マクドナルドは今日から再びフライドポテトの販売を S サイズのみとしています。世界的な物流網の混乱の影響です。マクドナルドは9日から全国のおよそ2900の店舗でマックフライポテトの M サイズと L サイズの提供を取りやめ、S サイズのみ販売しています。 新型コロナの影響による世界的な物流網の混乱や船便の経由地になるカナダのバンクーバーの港の近くで起きた大規模な水害が影響して、ポテトの輸入が遅れているためと説明しています。ポテトの販売が S サイズのみになる期間は1ヶ月程度続く見通しです。マクドナルドは先月末にも1週間、M サイズと L サイズのポテトの販売を中止していました。